勝利引き総合今年3年目を、はい、3年目になりましたね。はい、熱血道場が始まりましたというところで、はい、私熱血道場副道場の篠井ソフィーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、オス、道場主の宮田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして本日のゲストおなじみオス、セガの西村健作です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう3年目ですけど、第1回目のゲストはもう、はい、おなじみ西村さん、ありがとうございます。検索さんから始まる熱血道場、はい、もう検索さんから始まるいや、なんかもう3回目になるとちょっとあれですね、なんか風物詩的なところ今年ももうこの季節だよついに来たかって、あ、来たと、はい、はいはいはい、はい、始まってきましたねはい、っていうところで、はい、熱血道場ですね、学生ゲーム最大のコンテスト、はい、ゲームクリエイター甲子園の作品の中から、はい、注目すべきゲームを業界で活躍するプロが紹介し深掘っていきますと。そして選ばれた作品は総合賞ノミネートになりますので、本日は検索さん、はい、重大な責任をものすごいプレッシャーあるでも本当楽しみにしてますんで、はい、今年もやってきたので、はい、いろいろとね、どんな作品に出会えるか、はい、すごい楽しみでございます。はい、去年も一昨年もいい作品が初回からありましたもんね。そうなんです。懐かしいですね。やっぱ熱血道場取り上げないので最終ノミネートにならないので、うん、もうどんどん初めにチャレンジするのがお得というか、チャンスが増える。そっか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 、はい、じゃあもう今回、紹介するタイトルは、はい、そのままノミネートされると。あ、これはでも確かに本当に責任重大ですね、はい、そうですそうです。なるほど。ここでやっぱり入ってくるには、うん、もう先に出す、うん、で後からブラッシュアップする。なるほど。そういう作戦取るのも一つの手かなと思います。はい、そうですね。ということで、今年もですね、検索さんには事前にゲーム作品を3つほど、うん、はい、いただきました。はい、はい、ということで今年はですね、制作した学生さんも、うん、こっちにお呼びしているので、お、はい、というところで早速見ていきたいと思います。はい、それではですね、本日1つ目の作品に参りたいと思います。はい、それでは1本目の作品、インディゴさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、作品と自己紹介をよろしくお願いします。はい、シノビームという作品を作りましたインディゴインボックスと申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。記念すべき第1作品、はい、第1作品です、ね、はい、はいはい、では、ですね、早速もうゲームを触って、はい、どのようなところこだったかとか、ネオリハフォにちょっと聞いてみようかなと思います。はい、ましょう。早速ゲームですか。そう、はい、じゃあプレイしながらいろいろ聞いていければと思うんですけれども、インドコさんにいろいろ聞く前に、まずは継続さん、この作品どこら辺気になりました？フックの部分、はい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 、まずやっぱりボクセルアートっていうところと、はい、あとその忍者っていうモチーフ、はい、あとランゲームっていう、はい、そのなんだろうな、コンセプトがすごく、明確で伝わりやすい、で、国内だけじゃなくて海外でも訴求できる可能性があるなと思って、はいはい、興味を持って、選ばせていただきました。はい、なるほどですね。はい、じゃあ早速プレイしてより深いところまで見ていきましょうか。どうやってプレイするんですか。はい、いいですね。3、2、1、回線。はいはいはい、こう奥に走っていくタイプの、これはインディゴさん、これ操作方法を教えてもらってもいいですか。そうですね、これ全部キーボード操作なんですけれども、はい、矢印キーで、移動して、であとはですね、 Z で手裏剣打ちます。 Z で手裏剣、はい、はいはい、このお札は、あ、お札置けちゃダメだ、これどこの攻撃か、はい、はいはいはい、これ、うん、敵の攻撃激しいですね。激しいな。でもまあ、はい、スクッとするよりなんかやたらとちょっと激しくなってますね。いや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 。ムービーで見た時より激しいですね。僕も想定外なんですけど。想定外なの。まあちょっとハードモードということでちょっと目をつぶって。あ、いい、全然、あの、大丈夫ですよ。はい。長っ。ここら、どのあたりをこだわって作られたとかってお聞きしても大丈夫ですか。そうですね、ちょっとこだわったところは作品全体のテイストと、はい、忍者っぽさをこう追求したところですね。はいはいはい、はい、あ、でもちゃんとそれは伝わってます。確かに、うん、はい、これなんで忍者のゲームを作ろうと思ったとかってきっかけとかってあるんですか。
あ、そうですね、ランゲームを作ろうというのは頭にあったんですけど、はいはいはい、なんかそれと相性がいいものなんだろうっていう時に、あとですが、家の近所に熊本城があって、はい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 、岡町のあれもあるので、もうそのまま、あ、忍者だ、いいじゃんと。あ、いいですね、はいはいはい、もう資料もあるので、はい、身近なものから身近なもので、え、ランゲームを作ろうと思ったら何かあるんですか？そうですね、ちょっと遡るんですけど、はい、ユニティインターハイの方に昔出した作品の、はいはいはい、その当時ですね、そのプログラミングもやったこともなければ、はい、ゲーム作ったこともないので、はい、まずこう自分に何ができるかみたいなのを探すときに、はいはいはい、まあ、ドット絵も描けませんし、はい、なんか難しいなんか RPG みたいなゲート関係もできませんし、はい、ってなったら一応ボクセルモデルはなんか作れるなんかソフトあるっぽいなっていうのと、はい、まあそれと 3D で組み合わせたらランゲーム作れるなっていうので、なんかもう消去法みたいな感じ。ああ、なるほど、なるんですね。自分、うん、冷蔵庫の買い物からなんか料理作るみたいな。はいはいはい。自分ができることで、でしっかり形にするっていうのはすごい大事なことだと思います。めちゃくちゃ大事です。ね、ついこう難しいからやらないとかできないとかって諦めちゃうんじゃなくて、まず形にするってことはすごく大事なので、うん、素晴らしいと思います。うまっすごい説明をしながら、説明しながら、ね、しかも全然知らない最高記録を突破し続ける。これ実際1回目に作った時は高校生だったんですよね。そうですね、高校3年で。はいはいはい。今は何年生ですか、ちなみに。今は大学3年ですね。はい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 、はい、これあのリベンクしようと思ったきっかけなんですけど、はい、こうちょっとまた何か応募するときにちょっと元のデータ見てみるかなと思って、はい、当時使っていた本物のマックブック開いたんですよ。はい、そしたらちょっとデータがなくなってたんですそれはショックですね。それショックですね。じゃあこれまた作り直したんですか？そうですね、これまで作り直したから1週間、2週間くらいだと思います。いや、それでも、それでも1、2週間なんですね。あ、すごいすごい。逆に一番最初作った時どれくらいかかったんですか？一番最初ですね、半年かかりました。あ、じゃあ成長ですね。めちゃくちゃ成長してる、成長してるいざ作り直してみて、前の作ったものよりもクオリティって上がりました？そうですね、やっぱりクオリティ上がったと思います。あ、演出とかの方が結構、はい、自分が持ってる、何ですかね、演出のだから手札じゃないですけど、はい、なんかスキルが結構いろんなことできるなっていうのは知ったので、うん、そうなんですね。やっぱり演出が上がったかな、あの最初の321のところが、はい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 、これでも本当そうなんですよね、うん、こうデータなくしてもう一回やり直しかって思ってやると、うん、案外早くてクオリティがいいのが あるあるですよ。洗練されてる。そう骨子というか根本の部分はもうだいぶ完成されてて、手触り感がすごく良かったです。なんかやられた時の悔しいブレーキっていう感じがちゃんと最初から実装されてるというか入ってるんで、僕ゲームの根本としてはレベルは高い。はいはいはい。なんかマーケティング観点でアドバイスとかってあったりされます？マーケティングの観点って、あ、でも俺は本当に最初お話した通り、はい、ボクセルアートで忍者で、はいはい、でランゲームっていうのは、うん、まあ、一つパッケージとしてはすごく、はい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 、売りやすいとかいう、はいはいはい、説明しやすい、通りもいいし、うん、なんかそういう意味では、あとはだから本当すごく専門的な話になっちゃうんですけど、はい、どのプラットフォームで、はい、どういうマネタイズで、はい、どういう、ビジネスをしていくか、はいはい、どういうこう、うん、ね、マネタイズしていくかっていう、うん、本当になんかリアルに実践的な話になっちゃう、うん、ぐらいよくできてると思います。はいはいはい。なんかすでにストーリーじゃないですけど、このゲームの全体の目的みたいなのってもうすでにあったりされるんですかね。例えば一番有名なマリオだとピーチームを救い出すみたいなものがあったりして、この忍者が何のために戦っているのか、何のために奥に進んでいってるのかっていうところとかがあってくると、なんか感情移入はしやすいし、ステージも作りやすいかなっていう。確かに。これはちょっとまだ考えてなかったですね。はいはい。なんかそのカジュアルゲームってなんか割とそういうものだっていう、はい、このなんですかね、この偏見じゃないですけど、うん、結構そういうイメージが頭にあったので、はい、何も考えずに、はい、いい感じで作っていけたらいいなって言ってました。はいはい。でもこれからでもそういう設定とかで、そうですね、まあ、後付けるんですけど、いいと思いますし、そこら辺が実際にその直接に語らないでも、うん、自分の中で持ってると今後じゃあステージ作るときに、うん、
あこの後はじゃあ城の中に行ってよりいい、うんうん、殿の親衛隊が出てくるんだろうなみたいな話だったりとか、あ多分想像が膨らむ余地になってくると思うので、キャラクターの幅も出ますしね、はい、うん、これあの参考にしたタイトルにソニックと秘密のリングっていうのがありまして、はいはい、これは今日僕ゲスト、はい、セガの人間だから、はい、気を使っていただいてるんじゃないかと思ったんですが、はい、でやってみたら、はい、ちょっとでもソニックの影響というか、はい、まあまあソニックっぽさもちょっとあるなと思って、なんと気にしてくれただけじゃないんだろうなと感じました逆にどこら辺ですごくそのソニックとかで参考にしたとかってあったりされます？そうですね、その、はい、そのソニックのそのさっき挙げたタイトルがですね、結構世界中をなんかいろんな世界を回るとかだったりして、うん、その縦向きのその 3D アクションだったりとも結構参考になって、はい、あとはですね、その最初の 3D1 の部分あったじゃないですか、はいはい、あれ、あの思いっきりソニックのやつを嬉しい、なるほど、ね、嬉しいなるほどですね、嬉しいな、結構楽しみですね、はい、これ いや、いやでも素晴らしいですし、はい、インディオさんとお話しして、インディオさんの、はい、こう誠実な、そうそうですね、感じも伝わったので確かに、確かに、これはもっと良くなるんじゃないかな、そうですね、はいはいはい、ちょっと僕思ったんですけど、はい、こう乱芸って横に行くやつもあれば、こう、今回後ろビームみたいにこう縦に行く、はい、あるじゃないですか、うん、で、奥からこう弾幕来るじゃないですか、はい、ここの奥から弾幕の動きってリズム芸に近いなって、はい、あ確かに、うん、確かに音ゲーっていうのはすごく面白いあれですね、うん、逆に音ゲーやってみてなんか反映できるところあるかって考えるとものすごく気づきとかヒントになるかもしれないですね、うん、じゃあぜひ、弊社のチューニーズムか、はい、もしくは、プロジェクト世界をプレイしていただいてプロセカをプレイしていただいて、そうですね、ちょっと心参加じゃないと次、はい、プロセカが加わってることを期待してはい、じゃあ、引き続きこちらまだモックとのことなので、はい、ぜひもう学生時代の代表作にできるぐらいにどんどんブラッシュアップして、はい、やっていただけると楽しみにしておりますので、はいはい、ちなみにインディゴさんは、将来はゲーム会社で働きたいとかあるんですか？そうですね、やっぱりちょっと将来そっちの方の業界に行きたいなとはちょっと思ってます。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ応援 しておりますもしご縁があればぜひ、はい、セガでご一緒できたらいいなと思っております。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、インディゴさん本日はありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、それでは続きまして2つ目の作品に参りたいと思います。それでは学生さんをお呼びしましょう。高村さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですね、今回どのような作品なのか、高村さんの方からちょっとプレゼンいただきたいと思います。今回の作品は、育成層という名前の育成ゲームなんですけれども、うん、まずプレイヤー方は、とある研究所で働く研究員となっています。はい。そこで7日間以上生きた前例がないという不思議な生物を育てていくことになります。うんうん、はい、はい、はい。うん、そしてその選んだ選択肢によって生物の姿だったりとかが変化していくマルチエンディングのノベル育成ゲームとなっています。うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、もう早速も実際にゲームを触りながらですね、はい、もうちょっと根掘り葉掘りいろいろ聞いていければと思います。はい、結構世界観がすごく強いタイトルですよね。はい、作品の説明も、あなたの選択がこの世界の未来を変えるっていうところで今回の検索さんの選択がどう世界を変えていくのか楽しみですね。はい、気になります。はい、はい、じゃあ早速始めてみます。はい、これがもうバックにいるのが不思議な生物ですかね。はい、はい、あなたはこの研究の研究員です。7日以上生きた前例がない不思議な生物を育てていきましょう。7日以上生きた前例がないっていうのもキャッチとして強いですよね。うんうん、あ、名前を付けられる、うん、はい、アインス、アプス、アルフィリク、アプス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 、このどの単語も結構なんか変わった単語ですけど、なんか元ネタとか発着想のあれとかあるんですか？これはゲームのタイトルにも関係するんですけれども、はい、星の名前になっています。なるほど、なるほどね。じゃあその流れで1個聞いていいですか？
この育成層っていうタイトルってこう付けられて由来お聞きしてもいいですか。由来はなんかこうタイトルがずっと決まっていなかったんですけれども、うん、それでじゃあコンペをしようという形になりまして、はいはいはい、チーム内で、うん、そこでそのいろんなマルチエンディングがあるっていうのが、うん、その星の数みたいにいろいろなものがあるということで、うん、育成層はどうだろうかという案が出たのでこの名前になったという感じですね。育成層っていう単語の育を育てる育に育育育に変えてって感じですよね。あ、そうですね。わ、苦しそうな顔してる。かわいそう。薬でも薬が合ってるのかどうかも分かんないしな。うん、怖い。ちょっとその自分のその回復力を信じて。おお。ああ。恨めしそうにこちらを見ていた。恨めしそうに。バイオポットから飛び出して、はい、容姿が変化しました。はい。あ、めっちゃ変わってるじゃないですか。そう。進化の気に本ある。ちょっとじゃあ学習漫画。学習漫画。人工肉が作られる過程から学習漫画。まあ、学習漫画もすごいですね。すごいな。はい、漫画でわかるシリーズも。漫画。人工肉。結構ダークな世界観が好きっていうところっていうのは、ゲームに限らず、物語全般とかで好きだったりするんですかね。ああ、でもなんかマーダーミステリーが好きなので、はいはいはい、ちょっとそういう暗いところがある話は好きですね、うんうん、なるほどですね。これ今回初めてのゲーム制作なんですよね。はい、そうです。 すごいですね。初めてですごいですよね。 ありがとうございます。これチーム全員初めてですか。一人だけプログラミング担当の方がちょっとやったことがあるっていう感じだったんですけど、他の4名私含めて初めてという感じでした。大したもんだ。すごい。もうなんかその初めてのなんかちょっと率直な感想、初めてに対してめちゃくちゃ完成度高いなっていうのがまず率直な感想だったんですけど、なんか大学がこう美大じゃないですか。はい。なのでこう。なんだろう、勝手なこれ想像ですけど、こう完成物としてなんかこうイメージがもうできていて、世界観とかも含めて、なのでそれをどう作り上げていくかっていうような感じだったのかなと思ったんですけど。あ、いや最初はそもそもゲーム画面の比率とかも全くわからないという状態から、あとはその自分たちの今持っている技術でどこまでできるのかっていうのがわからなかったので、そこの折り合いを何を優先するのかとかが難しい感じだったかな、うん、おーおおすげえ。めちゃくちゃ変わってる。神々しい感じ。あと1日ですよ。確かに結構人工肉のことを学びましたからね。確かに。資料室も行ったし新聞も読みましたから。はい。あ死んどる。これはバッドエンド。バッドエンド。痛みの果てにアプスにやられたんですか。俺は殺されてしまった。アプスにやられてます。これアプスにやられました。あ、でもすごい。あのちょっとセーブ画面の UI もちゃんとしてます、してます。あのやっぱりあの美大だからなのか、細かいところの作り込みがすごく丁寧ですね。ここまで作り上げるのに大体制作期間どれくらいだったんですか。は、5月から10月なので半年弱かなと思います。一番時間かかったところってどういうところですか。一番多分時間がかかったのがやっぱり分岐を作っていくところかなと思います。はいはい。これどういう風に作っていったんですか。最初にもうエンディングから作っていったのか、みんなで作りながらどんどん揉んでいったのか。あ、これは、はい、あの大まかなエンディングの方向性を決めた後に、はい、1日目から細かく作っていった感じになります、はい、じゃあ最終形のところがもう伝えたいところをバッチリ作った後に、そこに至る経緯を作っていったって感じですかね。そんな感じですね。本当ですね。今のメンバーとかでなんか次なんかこんなの作りたいねとか話がもう出てたりするんですか。
ああ、もう、サークルの方で、チームを再編成して、はい、私は、今3つゲーム書きました。すげえ。めちゃくちゃ作ってる。すごっ。今ですね。はい、はい。同じメンバーもその中にいたりして、一緒に作っています。はい、はい。なんか、どうやら話によると、サークル自体も今作ってるんですよね。はい、小さんが。もう昨年作って、はいはい、今年60人ぐらい部員が。すごい、すごい。めちゃくちゃ大所帯じゃないですか。大所帯。やれることも増えた感じ。はい、はい、はい。結構そこの学校、その美大には、ゲームに興味あって作りたいっていう学生さん多いんですね。あ、結構いますね。逆に今までゲームサークルなかったんですね。いや、あったらしいんですけれども、はい、そのコロナの関係で自然消滅したそういうことで、そうなん、はい、なので新しくまた作り直したっていう感じになります。高村さんが旗振って作ろうみたいな感じでやってたんですか？いや、最初は、はい、ゲーム作りたい人だけでなんか集まろうみたいな感じで集まっていって、はいはいはい、入り口でその私が、はい、リーダーみたいな感じになる感じですね、はいはいはい、なんかもうそれ自体がドラマっぽいですよ、ゲームになりそう、ね、なんかはい、すごいですね、結構この参考にしたタイトルが結構印象的だなと思うんですけど、はい、普段こういう系統のゲームよく遊ぶんですか？あ、いや、これはその育成ゲームを作るっていうのと、うん、あとはその闇のあるゲームで調べて、やってみようとかいうのと、はい、まあ、あとはタイムプリンセスとかは私がの楽団やってたりするゲームもあるんですけれども、うんうんうん、大体はこのゲームのためにあ、ちゃんと研究されたんですね。なるほどね。お、きっと来た来た、おお、これは結構良さそうな、強そうな、これ情愛ちゃいますよね、本当にね、僕もって思ったんですけど、あー、それ結構狙って作っています。そう、あ、すごく情愛くなって思った、本当、あ、そういう切り口ですね、面白いな、あ、あ、あっていう、あれ、エニング、これはエンドですね。サラリーマンが愛する、あ、あ、サラリーマンが豆の光に包まれた。すごい、そんな壮大な。はい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 、神様サラリーマン、これあるっすね、サラさんも、俺もする。僕もこれでした、これだ。あいやー、これでも全部見たくなりますね。見たくなりますね。うん、そう、すごいよくできてる。はい。僕はこの手のそのノベルゲームが大好きなので、うん、はい、はい。あの世界観もグラフィックも、うん、すごい細かいところまで丁寧に作られて、うん、はい、いいなと思いました。うん、あ、そうか、見たばかり。いや、すごい、すごい先生です。なんか将来こんなの作りたいとかあったりされます？クリエイターとして。私はそのドット絵が好きなんですけれども、はい、最近だとその 3DCG とドット絵を掛け合わせたりとかしてるゲームがあるかなと思うんですけれども、そのドット絵 をもっとこうゲームとかで使っていきたいなっていうのがあるので、うん、そういうゲームとかは作っていきたいなと思っています。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。ドット絵は沼ですからね。そうこだわっていくとどんどん無限に時間が、そう、いや結構ドットで世界で通用しているヒットしているタイトル、特にインディーとかだと多いんで、そうですね、はい、ぜひちょっと学生時代にヒットタイトルを出してほしいですね。すごいテンポもいいなと思ったんですけど、うん、結構淡々と進むじゃないですか。これもこういう、ね、狙いでやられてるんですか？あの参考にしたタイトルとか影響を受けたタイトルが人気があるオーバードーズで、ものすごいテンポで進んでるじゃないですか。はいはいはい。でなんかその辺意識してあえてこう淡々とこう、うん、なんか読ませるような、メリハリの付け方をしたのか、なんかこう、うん、とかその辺どうだったんですか？あ、
そういう面で一番参考になったのがこの生きろマンボウっていう、あ、これもかなり結構早いスパンで死ぬこと、うん、確かに今の感じ、確かにそうですね、突然の死感ありましたねえ、これで死ぬのかね。あと、うん、あの本の件ね、そうグラフィックになってるのも、うん、なんか本当に読み進めないような感じはしたし、うん、まあ、遊んでて、ストレスなく、うん、楽しめたので、でもう一回やりたいなとか、っていうか最後全部エンディング見たいなと思ったので、うん、本当によくできてると思いました。ありがとうございます。7っていう数字も分かってるんで、うん、なんかそこのなんかね、もう明確なゴールというか、うん、もう7日間なんだっていうところを進めるから、なんかそういったところの設計もなんかうまいなと思いましたね。本当でも、とにかくやっぱり世界観とビジュアルの部分は、やっぱりこうすごく練られてるじゃないですか。そうですね、だからこれを今回これで完成だと思うんですけど、この世界観を使って他にこうスピンオフタイトルを作ったりとか、はいはいはい、ゲームじゃなくても別な表現をしてみたりとか、なんかいろいろ広げられそうだなと思いましたね。素晴らしいなと思います。ちょっと次回作むさびゲームラボともう3本仕込んでると思ったんですけど、すごいすごいな、サンライン動いてるの、すごいなサンライン大学を動かせるのすごいすごいですね。サークル自体だと7企画います、はいはい、すげえですねすごい、もうなんか中規模の開発会社のレベルです。回収しちゃった方がいいんじゃない？7ラインすごいっすね。もうなかなかプロのゲームでもないっすからね、はい、もうでもこのクオリティだったら本当にその商品として世に出してないことを考えてもいい、はい、いや、いいと思います。そうですね、いや、楽しみですね。本当にサビゲームラボを、はい、ブランドに、はい、うん、なると思うので、はい、応援しております。はい、僕たちはサビゲームラボを応援します。ぜひ、取材行きたいです。確かに、ちょっと開発レポートしたいですね。そうしたいですね。はい。はい。それでは、はい、高村さん、本日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。次回作も楽しみにしてます。はい。続きましては、3つ目の作品に参りたいと思います。うん、はい。それでは、早速学生さんをお呼びしましょう。ヘッジキックさん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは自己紹介の方よろしくお願いします。はい、私はヘッジキックと言います。今回もちもちエスケープを制作いたしました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは作品のもちもちエスケープということで、こちらどんなゲームなのかプレゼンいただいてもよろしいでしょうか。このゲームは10分程度で遊べる簡単な 3D 脱出ゲームとなっています。部屋の中にある夏の手がかりやアイテムを探して脱出を目指しましょう、うん、部屋のどこかに隠れているもちもちトリオを見つけると何かいいことがあるかもしれません、うん、またこの作品は私が初めて公開した作品となっていますので、うん、ぜひ楽しんでいただければ幸いです、うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、それではもう早速ゲームの方ちょっと遊んでみましょう、はい、じゃあ早速、はい、プレイしましょうか。はい、初めからというと、またポップですね。ポップだ。めちゃくちゃ優しい世界観。これまでとの作品とまたちょっと違った。優しい感じ。優しい感じ。かわいい。もちもちエスケープ。これ、そう。お、早速、早速。かわいい。かわいい。もちもちいた。かわいい。ケイソクさん、謎解き得意ですか？いや、全然です。あ、全然。全然です。全然。あ、いた。あ、いけね。もちもちを探すのは得意です。もちもちは出ますね。でも、謎解きですもんね。そう、謎解かないでいい、うん。もちもちはオプションですからね。そう。この怪しい穴。なんもない。あ、トンカチ。トンカチだ。ヘッジキックさんは結構謎解きとかやられるんですか？はい、私もともと脱出ゲーム結構好きで、よく謎解きをやっています。なるほどですね。じゃあ、ここの謎解きのこの謎っていうのかな、それも全部自分で考えたんですか？そうですね、今回全部自作しました。すごい。謎解きのレベルとしては今回どれくらいですか？初級者くらい、上級者くらい。そうですね、完全に初心者をターゲットに。なるほどですね。初心者ターゲットに。はい、初心者ターゲット。ゲームほとんどしたことがないですそうそう、アドベンチャーゲームは好きなんですよ。謎解きゲームって結構やってないと
お作法わかんなくて、解き方わかんなくて。ちょっとじゃあ、みんなで解きましょう。お二人ちょっと教えてください。なんでこれあるんだろうっていうところがやっぱりヒントですよね。これだよね。これとかはもう怪しいですよね。これ結構作ってて技術的にはユニティで一から作ってる感じですか？はい、そうですね。なんか、エンジンとかは使わずもうユニティ自分でごしごしと作ってってっていう感じですかね。はい、主にプログラムをユニティの方で。で、お部屋のオブジェクトとか、はい、これに関してはブレンダーで作って。あ、ブレンダーで作ったんですね。全部自作ですか？ブレンダーで。そうですね、今回は全て。あ、一部はセットも使用しましたが、うん、大半は自作となっています。へ、え、ぇー。あの、うん、2番目の斜めのやつ。2番目のただ斜めのやつ。はいはいはい、これ。そう、これ、さっき、なんかありましたね、これ。あ、なるほど。僕も分かりましたよ。僕も分かりましたよ。どっからありましたよ。その斜めのやつ。この斜めのやつ、どっから見ましたね。どっから見た。斜めのやつ、はい、斜め1個ありましたね、確かに。で、さっとあと、自然な斜めがあったな。今の金庫のとこのやつも、どっから見たグラフが。そう、そこ。その木のグラフ。これ？はいはいはい。これの位置がさっきの。あ、そうそう。あー、なるほどね。あれ？もう忘れた。そう。もう忘れたぞ。これ今回はその発表が一作目っていうことなんですけど、はい、それまでにゲーム開発とかは、いろいろチャレンジしてたことはあるんですか？そうですね。参考書などをもとに、はい、ユニティに軽く触れてみる程度のことはしていたのですが、はいはいはい。ゲームを完成させるっていうことは今までやったことがなかったので、あ、なるほどですね。はい。今回このゲームで自分のオリジナルのゲームを完成させようと。はいはいはい。思って。なんかゲーム作ろうとしたきっかけとかってあるんですか？そうですね。もともと私は結構プログラミングとかに興味を持っていて、はいはいはい、それで探している中でゲーム開発がかなり面白く、結構楽しくできるし、プログラミングもできる、はいはい。学校自体は何を学ばれてるんですか？学校では主に電気電子関係、回路のシミュレーションとか。おー、はいはいはい。まあ、どっちかというとハードウェア側って感じですかね。そうなりますね。はいはいはい。いや、めちゃくちゃこっち。ハードプログラムに関しては独学で。あ、完全独学なんですね。はい。すごいですね。ハードの方学んでたらソフトも作りたくなっちゃったっていう。実際完成してどうでした？一応他のエヴァのところでも公開してみたいのですが、かなり、はい、好評で、楽しかったという声も聞きましたし、はい、実際、はい、自分でもう、オリジナルのゲームを作るっていう目標が達成できて、はい、達成感が嬉しかったです。一回最後まで作れたらね、もう多分2個目、2作目、3作目と作れる。1作目を完成するのがやっぱり一番ハードルが高いですよね。これ一番時間かかったところってどこですか？今まさに、やられているこのパスワードギミックのところが少し実際に時間かかりました。まずこれ作り方としては、プランニングとしては どっからまず考えていくんですか？そうですね。全体の流れをフローみたいな感じで図で書いて、最初から始まってゴールまではとりあえず考えて、その間に謎をどんどん入れていくみたいな。ああ、なるほど。逆にハードウェアの技術、学んでることが、このソフトウェアのプログラミングとかに生きるところとかって何かありました？そうですね。処理の速さとかに意識することが結構多くて、うん、はいはいはい、プログラム作る上でそういうところを意識しながら作れたので、はい、はい、あ、そこはめちゃくちゃいいですね、はい、結構そのゲーム性的にはあんまり目立たない部分ですけど、お仕事としてはめちゃくちゃ大事なところですからね。そうですね、うん、これぐらいしとこう。どんどん解きたくなっちゃう。熱中しちゃった。そう、そうなるんですよ。そうなんですよ。はい、めちゃくちゃ面白い。そうなんですよね。面白いっす。なんかシンプルがゆえなこの世界観ですけど、はい、ここの謎の種類とあとそこの順番見てとかも含めて、うん、しっかりこうゲームとしてしっかり作られてるなっていうのがすごく印象的だなと。はい、ちょっと別の話になっちゃいますけど、ゲームジャムでもお会いしたんですけど、じゃあゲームジャムが結構チーム制作の初チャレンジみたいな感じですか？はい、そうですね。なるほど。
どうでした、チームで作ってみて。そうですね、結構その個人と違うものが、はい、特にあの私が今回あのゲームの面白いを作った時にデザイン関係が一通り、はい、自分で作る必要があったんですが、はい、この部分のところは他の方が説明してくれて、うん、こういう使い方があるのか、かなり刺激を受けたと。はいはいはい。逆にチキックさんの方で制作さんと聞いたりしたことありますか？ただ遊んだだけです。面白かったです。めちゃくちゃ熱中しますよね。結構モチベーション管理、はい、自分で相談できる相手になって、かなり大変になったので、はいはいはい、検索さんのところではゲーム制作にどのようなことをモチベーションにして、今までしていくんで、はいはいはい、モチベーション管理もちろんですね。あ、モチベーション、まあでもやっぱりそのね、お一人で作られてるってことなので、うん、すごく月並みですけど、うん、まあ、少し段階をつけた目標を設定することなのかなと思います。はいはいはい、うん、あとは、何よりもゲームは触ってもらって、その感想をもらったり、フィードバックをしてもらうのが一番のモチベーションになるので、はいはいはい、まあ、それを、ね、なかなかこう最初一人で作ってて、恥ずかしいかもしれないですけど、うん、どん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 遊んでもらって、うん、どんどんネットに公開してフィードバックをもらっていった方が、はい、なんかもうね、見つかるかもしれないですし、ね、いいかなと思います。もうあのね、あの住んでいただいて評判も良かったことなので、うん、されてるとは思うんですけども、うん、はい、なんか段階的にやっぱり目標を設定するのがいいのかなと思いました。うんうん、そうですね、やっぱゲーム開発実際世に出るまでが一番しんどいですか。そうなんですよ、そう、これ、はい、これあのアーケード、この実際のコンシューマーゲーム、製品のゲームだと、うん、3年とか4年とかですから確かおっしゃる通り、はい、そのモチベーション維持をどこに、はい、どこでモチベーション維持するかっていうのは結構重要ですよね。うん、そうですね、お客さんの声とかそういったらめちゃくちゃエンジンになりますからね。いや、なります、なります、はい、なのでプロとでも途中版でもどんどん公開していって反応もらって、あ、これ最後まで遊びたいって言ってもらえることが何よりとガソリンになっていくっていう感じですね。まあね、特にその辛辣な、はい、こうね、うん、批評を受けることもあると思いますけど、うん、それも絶対糧になりますからね。うん、だからそこ、はい、ティックエスさんの完成させて公開したいっていう気持ち、はい、うん、そこの情熱っていう部分がね、はい、一番大事かなと思うので、はい、そう、自分自身がこう何に一番情熱をかけられるんだっていう、なぜでね、そこに情熱向けられるんだっていうところをね、理解できるとよりいいかなと思います ね、 いや、これちょっと僕やりたいっすね。そうですね、かわいいかな、うん、あと餅好きの方がかわいいっすね。あとはアクションゲームを作りたいって言ってて、そっちも楽しみですね。そうですね、はい、そういうアクション、いや、なんかこの餅、はい、ヘッジキックさんが作るゲーム、はい、全部この餅どっかに入れてほしい、はい、ハドソンのハチスケみたいな、はいはいはい、あれ、いや、でも、まあ、この作者さんが作るとこのキャラクターかなるよねみたいな話とかのことなんで、まあ、おなじみのっていう、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで以上でこちらのもちもちエスケープ、はいはい、紹介を終了としたいと思います。はい、はい、それでは本日ヘッジキックさんありがとうございました。ありがとうございました。応援してます。頑張ってください。はい。面白い。熱中、もう夢中になっちゃった。夢中になっちゃった。はい。それではですね、この中の1作品から、ゲスト審査員賞の発表をお願いしたいなと思っております。はい。皆さん、準備の方は、はい、よろしいでしょうか。はい。それでは、お願いいたします。はい。ゲスト審査員賞、西村健作賞は、手触り感がすごく良かったです、うんうん、なんかやられた時の悔しいブレイクっていう感じがちゃんと最初から実装されてるというか、はい、入ってるんで、僕ゲームの根本としては、うん、レベルは高い、うん、はいはいはい、もうなんか中規模の開発会社のレベルもうでもこのクオリティだったら本当にその商品として世に出してることを考えてもいい、はい、いや、いいと思います。あの餅のキャラクターかわいいっすね。ヘッジキックさんが作るゲーム、はい、全部この餅どっかに入れてほしい。はい、ゲスト審査員賞西村健作賞は、むさびゲームラボさんの育成層でございます。おめでとうございます。はい、こちらの決め手は何だったんでしょうか。決め手はですね、まずやっぱり全体のパッケージとしての、うん、クオリティが
高い、どこを切ってもしっかりしてる、うんうんうん、あと、まあ、やっぱりそのチームで作ってて、うん、で、まあ、この先のそのチームラボさん、うん、むさびゲームラボさんも、はいはい、この先のなんだろうな、うん、期待も込めてですね、やっぱりこのタイトルにさせてもらいました。はい、ということでむさびゲームラボ育成層スタジオさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、受賞したむさびゲームラボさんにはゲスト、継続さんからの色紙と、GCG 特製ステッカーをお渡しいたします。はい、今回紹介した作品はどれも継続さんのお墨付きというわけで、とてもすごい作品というところを皆さん、もう宣伝していただいて構わないので、はい、業界としてめちゃくちゃ期待してますというところで、はい、今後のブラッシュアップ、も期待してますし、次の作品っていうところも楽しみしておりますので、今後も、どんどん作品作り続けてください。はい、はい、ということでもう早くもエンディングのお時間と、はい、エンディングですね。やってまいりました。3年目クオリティ高かったですね。いや高いですね。いやでも本当1年目の時も言いましたけど、はい、改めて思いました、はい、日本のゲーム業界の未来は明るい、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 いい、いい、ゲーム業界まだまだいいぞ、ね、はい、いいぞって言うので、はい、いや普通に楽しんじゃいましたもんね。そう楽しんじゃいました。はい、ということですね、はいはい、エンディング曲ですね、こちら、はい、応募された3作品を、紹介しておりますが、はい、まだ、2023の方にまだ応募は来てませんので、はいはい、このままお送りいたしますというところで、はい、ぜひぜひですね、はい、3作品の方にお待ちしておりますので、はい、もう今ならもう多分すぐここで、はい、鳴らせていただきますので、はいはい、ゲームクリエイター甲子園ではゲーム以外にもサウンド、はい、2D、3D アートといった、はい、個々のクリエイターにもフォーカスして応援していきますので、はい、ぜひですね、本日出演して皆さんの個人作品以外の、はい、作品も、ぜひお待ちしておりますので、お待ってます。はい、各所でお待ちしておりますというところで、はい、ということで、最後検索さん、うん、告知等あれば。あ、告知、はい、私が担当しているタイトルなんですけども、はい、サンバデアミーゴパーティーセントラル、うん、はい、僕ら世代にとっては懐かしい、うん、ささみな、はい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 、このね、はい、ジョイコンをマラカスに見立ててシェイクして、はいはいはい、リズムに合わせて、はい、遊ぶというですね、うん、はい、ゲームが8月30日に発売されます。はい、ニンテンドースイッチとあとメタクエスト版も、うん、メタクエスト版も、メタクエスト版もされてますんで、はい、はい、めちゃくちゃ面白そう。こちら、はい、ぜひ、はい、ご購入予約していただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、サンバダブルめちゃくちゃ面白いんで、はい、皆さんおすすめです。で、プロモーションビデオを持ってきたので、はい、よろしければ見ていただければと思います、はい、どうぞどうぞ。あのサンバデアミーゴが任天堂スイッチで登場。リズムに合わせてシェイク、ポーズ、ダンス、40曲以上の人気楽曲を踊りまくろう。みんなで競ったり、相性を確かめたり、ナンバーワンを決めたり、踊りまくりの盛り上がりまくり。さあ、ジョイコン振ってフェスを熱く盛り上げろ。サンバデアミーゴパーティーセントラル。というわけで、はい、はい、いややりたいですね。いいっしょ、いいっしょ、盛り上げれば100パー盛り上がる。はい、これいいっすね。誰でも楽しめますから、はい、ぜひパーティープレイしたいですね。はい、はい、ください、はい、ありがとうございます。楽しいですよ、本当にすごいですよ。やったですね。はい、というところで、そろそろじゃあ締めていきましょうか。はい、はい、それではまた次回、それでせーの、いきますか。はい、はい、せーの、おっす。